オンライン広告は製薬メーカーと小売店様の関係構築にも役立つというふうに実感できました。アメリカの製薬会社でして、日本においてはイソジンをはじめとする一般用の薬品、それに加えまして希少がんのオンコロジー分野、それと疼痛管理のこの3つの事業展開をしている会社でございます。今まではテレビ CM というのがこの小売店様の棚確保には非常に重要なドライバーだったわけですが、それ以外に何か手段はないかというところを模索してたということでございます。オンライン広告をクリックした後にですね、店舗に行ったかどうかをトラックできるツールがあるというのを偶然知りまして、非常に魅力的に映りました。大賀薬局様と取り組みをさせていただきまして、で福岡でですね、イソジンという検索ワードに加えて、例えば風邪、例えばインフルエンザ、こういった検索をかけた方にですね、大賀薬局様とその感染対策という広告をオンラインで出させていただいて、でそれをクリックしていただいた方がどれだけの店舗の確認に行っているかというあたりを検証するという、そういった取り組みをさせていただきました。検索をかけられて、でクリックした方の約 9.5% の方が実際に大賀薬局様の店舗に訪問されたというかなり高い確率での成果が出たということで、非常に満足しております。今回このようなオンライン広告初めてさせていただいて、非常にですね、売上集客に効果があるということが実感できました。各店舗の努力もありますけれども、この広告施策を通じてですね、うがい薬のカテゴリーが 33% 伸長したというデータが出ております。特にイソジンを購入していただいたお客様に関してですね、客単価が他の対策グッズも合わせて買っていただくので上昇しているというデータが出ております。オンライン広告についてですね、非常に集客、売上ともにですね、成果を上げることができましたので、これからですね、さまざまなメーカーさんであったりカテゴリーで、オンライン広告やデジタルマーケティングをしっかり使ってですね、集客、成果を上げていきたいなというふうに考えております。オンライン広告も実際の成果に大きく結びつけるということがよく分かりましたので、小売店様とのウィンウィンの関係を作れるということで、関係構築のツールとしましても非常に有用であるということが理解できましたので、今後も拡大展開を図りたいなというふうに思っております。